河合直子さんに質問します。河合直子さんは昔よりずっと痩せて、なぜかというと仕事で痩せたというんですけど、私たちの間ではサウナに通い詰めたという噂があるんですけど、事実はどうなんですか？いや、サウナは行ってないです。嘘。そっか、はい、じゃあ次行きたいですか。ありがとうございます。はい、はい、次。26番。はい、皆さんに質問します。私はいつも朝早く起きるときにどうしても眠くて起きられないんですけど、いつも仕事で早く起きる皆さんはどうしても眠いときどうやって目を覚ましていますか？なるほど。はい、それではどうですか？そのままもう布団をバッと外せて、はい、脱ぎますめちゃくちゃ。そのまま起きます。はい、目覚まし時計を5つぐらい使います。私も朝すごく苦手なんですけど、もう起きて冷たい水で顔も思いっきり洗って、そして目をパッとこう覚まします。それはいいと思います。そうですね、一つ聞いてる前に自分がどうするか。一ついい方法としてね、はい、なごちゃんの、お水っていうのがありましたけど、どうしても起きれない場合は、例えばお母さんにね、今ほらまだ寒いでしょ朝だから、冷たいおしぼりを用意しておいてもらってね、朝よーとか言って顔にバッとかけてもらうとかね。そうするとやっぱり起きるんじゃないですか。